ましょ。笑うと思っけよ。アップ、プー。ん？ほう。プー。うわぁ！うわぁ！リアルのだ！ナイスキャッチ！ナイスキャッチじゃないわよ！なんなのよ！その顔危ないでしょ！危ないな。どうしてそんな顔してるの？赤い月とにらめっこしてるの。赤い月と？月が怖い顔だと嫌なことが起こるから笑わせようと思ってね。そうなんだ。それアップポーヒン。笑った。笑いましたわ。笑ったです。やったー、ルビーの勝ち。あっこにブルブルブイ。あ、戻った。戻っちゃったな。どうしよう。大丈夫。このジュエルボックスを魔法の宝石でいっぱいにして、嫌なことに負けないとびっきりハッピーなことを起こしましょう。そうだね、頑張ろう。みんな知らないのね、魔法の宝石集め第2章の主役はこのマリエ様だってこと。そのようでしゅ。あれはマリエちゃんがハッピーになるためのマリエボックスなのに。うんうん。あー、楽しみすぎる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。野菜ソムリエアップポー。どうしよう。どうしようでは終わりませんよ。やるしかないだろう。どうしたのチアリー。夏休みの宿題が。思いもよらない事態に。恐ろしいんだよ。チアリ、宿題は終わったんでしょ。終わったよ、終わったんだよ。確かにね。嬉しくなっちゃった私は、みんなに終わった宿題を見せびらかして褒めてもらおうと思い、ジュエル学園のあっちこっちに行ったね。視界はオールクリア。私の行く手を阻むバナナもナメコもどこにもない。道はこんなに丈夫だし、落とし穴に落ちることもありえない。ゴーゴーチアリー。なにこのマシン。やったぞ、ついに石油を掘り当てた。やりましたね隊長。てなわけで終わってた宿題はこの通り。石油くそ。いずれにしてもこの数学のドリルは最初からやり直しというわけね。はあ、ルビーもチアリと一緒に学校通えれば勉強できるようになって宿題手伝ってあげられるのにな。っていうか石油が出たことはスルーラブ。はい、バカ。すごいことなのに。ああ、本当にどうしよう。ええ、本当にどうしよう。どうしたのガーネット、悩み事？実はうちの常連のママさんに子供が喜んで食べそうな野菜入りスイーツを作ってほしいって頼まれてて、でもちっとも思いつかないのよ。実に店長らしい悩みですわね。私たちも協力するわガーネット。で
でも野菜を使ったスイーツはなかなか手ごわいわよ。であれば彼を呼びましょうか。彼は野菜ソムリエのディオンよ。なになに野菜ソムリエって？ワインの味に詳しい人がいるでしょ。あんな感じで美味しい野菜の味がわかる人のことよ。へえ。でもすぐに捕まるかしら。連絡してみるわ。うん。いたー。うわっ。やっほー、みんな元気かな。はじめましての人もこんにちは。こんにちは。あれ声が小さいぞ。こんにちは。こんにちは。めんどくそ。オーケー、今日も元気いっぱい頑張ろう。元気ラブ。野菜をいっぱい食べてるからでしょうか。っていうかディアン、どうしてここに？あれ知らなかったのかい。僕、上野食堂の専属野菜ソムリエをしてるんだ。全然知らなかった。あ、もしかして食堂館のメニューがどれも美味しくなったと評判なのはディアンが協力していたからですの？まあね、よければジュエルペットカフェにも協力するよ。このよく聞く鼻を生かしてね。猫なのに鼻？犬みたいだね。というわけでうちとしては子供たちが美味しく食べられる野菜のスイーツをメニューに加えたいんだけど。オーケー、そういうことなら、にゃん、にゅん、にゅん、にゅん、ハッピーハピネス、ディアン、ジュエルフラッシュ。わー、かっこいい。みんな、ありがとう。まずはジュエルファームで採れた新鮮な野菜をすりおろし、ケーキの生地に混ぜて焼き上げる。うん、とにもかくにもベジーベジーベジタブル。人参であればオレンジ色に、ほうれん草であればグリーンに、野菜の形に焼き上げれば見た目も可愛いケーキになるよ。ベジーベジーベジタブル。仕上げは砂糖の代わりに蜂蜜やメープルシロップがおすすめだよ。にゃん、ディオン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 、ハッピーハピネス、ディオン、ジュエルフラッシュ。はい、おいしそう。では召し上がれ。うわー、やっぱりおいしい。最高だね。野菜の香りがほのかに香り、食欲をそそります。これならいくらでも食べられそうだな。野菜ケーキおいしいラム。野菜が好きになりました。さすがは野菜ソムリエ、一瞬でみんなを野菜好きにしちゃったわ。いける、これはいけるわ。この秋は野菜ケーキで子供たちの心をわしづかみよう。ついでに子供たちと甘い絆で結ばれて。ガーネットちゃん、いつもおいしい野菜ケーキをありがとう。僕ケーキも好きだけどガーネットちゃんも大好き。ペットカフェの人気も素敵ナンバーワン、ガーネット様の人気もうなぎ登り間違いなしね。なんか盛り上がってるね。よし、それじゃあ野菜ケーキ作り頑張ろう。その前にチアリは夏休みの宿題な。そうですわね。キュア。なになに、この行列は何でしかね。うん、うん、やっほー。びっくりしたでしょ。すごいだろう、この行列。野菜ケーキを食べたい子供たちが集まってくれたんだ。君たちもよかったらどうかな。オーケー、みんなで野菜を食べて元気になろう。やっほー。わかんないでしょ。でも新キャラってことはマリエちゃん、心を通わせるチャンスでしゅ。そうね、マリエボックスに入れる一つ目の魔法の宝石はあの子と一緒にゲットするわ。ロックオン。うん、おいしい。まんま。子供たちが野菜を喜んで食べてくれて嬉しいわ。いいお店ね、ジュエルペットカフェ。やったわ、大盛況よ。ディアンにお礼しないとね。これ本当に美味しい。だからチアリは宿題やれって。そうそう、食べてる場合じゃありませんわよ。オーケー、どうやら人気メニューになったようだね。じゃあ僕はこれで帰るよ。みんなバイバイ。バイバイ。おやおや、声が小さいぞ。バイバイ。バイバイ。オーケー、またね。元気。
食堂のランチで使う野菜を取りに行くぞ。こけたでしゅ。キモ、どうしたんだ。突然元気が出なくなっちゃったよ。ラブ、どうしたラブ。顔色が悪いです。どういうわけか突然真っ暗な気分になってきて。ごめんよ。じゃあまたね。ディアンが真っ暗になっちゃったの？はいです。おかしいわね。さっきまであんなに元気だったのに。元気すぎるぐらいだったわよね。みんな大変だ。ディアンの鼻が効かなくなっちゃったんだよ。うわ、本当にディアンが真っ暗になってる。どうしたの？大丈夫？悪いね、心配かけて。鼻が効かなくなったって本当ですの？そのようなんだ。野菜ソムリエの僕としたことが。ちょっと試してみよ。いくよ。これなんだ？くんくんくん、ごぼう。え、正解は玉ねぎでした。これなんだ？くんくんくん、納豆。これがごぼうなんだよ。重症のようですわ。ちなみにこれは？チアリ、それは分かりづらいって。でも野菜は野菜だし。野菜じゃないぞ、キノコは。私でもナメコの匂いは分からないかも。っていうかチアリは宿題しろ。宿題だけど心配だよ、ディアンのこと。ディアンの鼻が効かなくなったらうちの店も終わりだよ。うちの味を支えてくれたのはディアンだからね。ディアンや、ちなみにこれがなんだかわかるかい？くんくんくん、味噌汁のような、味噌汁じゃないような。わからない。なんと、あんたが出汁にまでこだわって作ってくれたうちの自慢の味噌汁なのに。これいつもの味噌汁ですか？そうだよ、ディア。いつも通り作ったうちの味噌汁だ。この香りまでわからなくなっちゃったなんて、本当にあんたの鼻は。いつも通り。悪いことは言わない。しばらくお休み。鼻の効かないソムリエなんて、僕はもうおしまいだ。ディアン、どうする？いじけちゃったよ。困ったわ。どうすればいいのかしら。それにしてもどうして突然鼻が効かなくなってしまったんでしょう。その答えになるかわからないけど、私たち見ちゃったの。見ちゃったでしょ。もう見た。何見たの？ディアンの様子がおかしくなる直前、赤い月がギローってディアンを睨んだのよ。でもって、赤い月からビールみたいなのが飛んできて、ビビってディアンに当たったの。ちょっと話が盛り気味ですけど、おおむねそんな感じでしゅ。うん、ビビは見てない。つまり赤い月のあの嫌な魔力がディアンをおかしくしたってこと？そう思うわ。にゃー、赤い月め、あっくんブルブルブイ。ダメだってバルビー、刺激しちゃう。だって赤い月のせいでディアンが。とにかくディアンを引っ張り出さないと。そうね、そうしないと始まりませんわ。でもどうする？そうだ、ルビーに任せて。うわ、ディアン、そんな、いい匂いでしょ。なるほど、猫だけに魚で釣るってわけか。煙いよ、ルビー。なごめんね、ディアン。今度は私に任せて。チアリ、手伝って。え、私？ご主人様、素敵な猫のお嬢様がお見えです。ディアン、デートしましょう。悪いけど、僕女の子には興味ないんだ。女の子に興味ない。おい、ディアン、一緒に楽しくデートするやみ。同性に興味あるわけじゃない。これもダメか。ダメだと思ったよ。困りましたわ。ていうか、私の誘いに乗らないなんて打つ手なしね。しょうがない、いよいよマリエ様の出番ね。はいでしょ、魔法の宝石を出すでしゅよ。ラブラ、あれを。これラブ。ディアン、
漫画家マチコの最新刊よ。ジュエルペット壁物語第2章美少女ラブラの逆襲ラブ。さあ出てくれば読ませてあげるわ。だから僕は美少女とか興味ないって。漫画の続きにも乗っかってこないなんて。宝くじ当たってるです。背中に乗せてあげるパカ。焦がしあげるよ。もういい、みんな僕のことはほっといてください。本当はみんな野菜なんて嫌いなんでしょ。ましてや野菜ソムリエの僕のことなんか。で、ますますいじけちゃったよ。今はそっとしておいた方が良さそうですわね。そうか、ジュエルペットの友達が引きこもっちゃったのか。はい、どうすればいいかわからなくて。原因は食堂の味噌汁の香りがわからなくなっちゃったってことでいいのかな。ええ、まあ他にも玉ねぎをごぼうと間違えたり、ごぼうを納豆と間違えたり、いろいろ。その辺のことは置いておいて、でも今日の食堂の味噌汁に関して言えば、いつもとちょっと味が違ったね。え、ほんのわずかな違いだけど、いつもの味じゃなかったのは間違いない。具はいつも通り野菜だった。違っていたとすれば、だし。そう、だしじゃないかな。だし。ありがとうございます。ディアンに伝えれば自信を取り戻してくれるかもしれません。じゃあ行ってきます。あ、落とし穴に気をつけて。はい、石油にも気をつけます。石油、進路オールクリア。月影チアリ行きます。なれなれ、こいつがいた。なれんぞ、ファイト。なめ。おじさんおばさん、どうですか、出汁変えてませんか。いや、いつも通りパックの鰹節から出汁取ったしな。そうよね。あらま、あ、これいつものと違うよ。サバ節が混じってる。おお、ほんとだ、間違えて買ってきちゃったみたいだな。真田先輩が言ってたお味噌汁の味が違うっていう話、やっぱりディアンも分かってたんだ。うん、完全に鼻が効かなくなったわけじゃないんだね。ディアーン、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 ディアーン。寝ちゃったのかな。そうだ、ハッピーハピネス、ルビー、ティエルフラッシュ。何これ、でかっ。でもこれなら起きてくれるかもよ。どうしたんだ、何するつもりですの。みんな聞いて、ディアンの鼻は完全におかしくなったわけじゃなかったの。そりゃ、あの嫌な赤い月のせいでちょっとはおかしくなってたけど。困るよね。でもちゃんとディアンはお味噌汁の香りの違いには気づいていたの。まあか。そうなの。うん、やっぱりディアンの鼻は本物だよ。そのおかげで食堂のお味噌汁も定食も生徒に人気が出たんだし、ジュエロペットカフェの野菜ケーキに行列ができたのもみんなディアンのおかげだよね。うん、そうね、私たちだけじゃあのメニューは考えつかなかった。みんなの言う通りじゃ、わしらだってディアンのおかげでここまでやってこられた。それなのにしばらくお休みだなんて、あたしゃなんてひどいこと。大丈夫、ディアンはきっと出てきてくれるよ。やーい、赤い月、あくんブルブルブイーだ。はあ、ルビー、あなた赤い月と会話できるの。よし、みんなでディアンを応援して元気になってもらおう。うん、せーの、フレフレディアオ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 。出てきて、ディアン。みんなディアンが必要だよ。みんな、ディアン、元気が取り柄の僕なのにいじけたりしてごめんよ。鼻の効かない僕なんていらないジュエルペットな気がしちゃったんだ。それもこれも赤い月のせいだよ。ウィーラ。でもさっきのみんなの話を聞いて、みんなが応援してくれてるのが分かって、そしたら元気が出てきたんだ。みんな
ありがとう。うわ、いつものリアンだ。かぶるんじゃねえ。ごめんね。おかえりリアン。二度はないぞ。すまなかったね。これからもメニューのアドバイスをお願いね。店長の私からもお願いするわ。よろしく。よろしくです。よろしくラム。バカ。こちらこそ。うわ、魔法の宝石。え、誰の？誰と誰に出たの？リアンとみんなの間に出たんじゃない？ええ、記念すべき新しいジュエルボックスにしまう一つ目ね。やったやった。やったね。やったな。ええ。肝心なところで出遅れたディッシュ。ふんふん、あの子たちならばきっと赤い月の嫌な魔力に打ち勝てるわ。はい、魔法の宝石しまうよ。みんな今日もご苦労様。あなたたちは本当に仲良しだから、これからはジュエルペットも人間と一緒に学校に通っていいことにします。わー、嬉しいラム。学校行きたかったパカ。やったやった。これでチアリの宿題手伝える。で、チアリ宿題は？番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。